響かなければいいなというですよね。さあそれではヒーローインタビューをお届けしましょう。3人です。そして藤岡雄大選手、最後はこの人、中村翔吾選手。本日のヒーロー岡選手、藤岡選手、中村選手へは MVP 賞としてガンホーオンラインエンターテインメント株式会社よりパズドラキャディバッグが贈呈されます。MVP 賞の贈呈でした。放送席、そしてテレビ、ラジオの前の皆さん、そして43,284人、今日は入りました東京ドームの皆さん、ヒーローインタビューです。ロッテフィフティーズメモリアルゲーム、メモリアルなヒーローインタビューは5回一挙6得点の立役者、まずは岡大海選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。2点を追ってツーアウト満塁で、あの15球粘った粘りは皆の心を打ちました。あの15球、ファウルも最後6球粘りました。あの時間のところを覚えてますか？本当に夢中になってたので、どういう感じになってるか自分自身わからないのが本音です。川田投手もいいボールを投げていました。バットを折られても、そして食らいついて最後センターに抜けた瞬間、どんな気持ちでした？本当自分自身も嬉しかったですし、ベンチの皆さんが、ベンチから出てたので本当、はい、嬉しかったです。このお客さんご覧になっていかがですか？東京ドームでは日本ハムでもプレーしたことありますが、また違った雰囲気だったんじゃないですか？はい、この応援の迫力がすごいなというのはすごく思っているので、ありがとうございました。さあ岡選手にはご挨拶もしていただきたいと思いますが、最後の締めに回っていただきたいと思いますので、ここでバトンタッチ、藤岡雄大選手に移りたいと思います。さあ貴重な勝ち越しタイムになりました。藤岡雄大選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。この雰囲気であの打席、もう打たないわけにはいかないという感じだったでしょうか？そうですね、まあ、岡さんも粘って同点タイムリー打ってつないでくれたので、なんとか勝ち越しタイムリー打てるようにと思って思い切っていきました。今日は2安打を打ちましたが、1安打目で早くも今シーズンの100安打達成、101安打も記録しました。ルーキーとしてはロッテでは5人目になりますが、この100安打いかがでしょうか？いや、そこまで意識はしてないですけど、これからもっともっと、チームのためにヒットを積み重ねるように、これからも頑張っていきたいなと思います。ルーキーですからいろいろ疲れも出てくる時期だと思いますが、全試合に出ています。最後まで突っ走ってくれますか？頑張ります。さあ今日は皆さん左袖に一つ皆さんへの感謝のメッセージも書いていただきましたけれども、藤岡選手はどういうこと、思いを込めて今日は書かれたんでしょうか？どういう文字を書かれました？共に戦おうと書きました。もう残りのシーズンも、あまりないですが、ファンの方と一緒に、クライマックスへ入れるようになんとか頑張りたいなと思い書きました。ぜひ連れて行ってください。藤岡雄大選手でした。どうもありがとうございました。そして一発で仕留めました
中村選手です。スリーランおめでとうございます。ありがとうございます。本当にものすごい雰囲気で、またゾゾマリンとは違った緊張感、高揚感があったんじゃないですか。そうですね、ドームなんで応援も響いて自分の後押しになってくれました。そして打った瞬間、そして入ってダイヤモンド一周した時、この歓声を浴びてどんな気持ちだったですか。最高です。中村選手はセカンドでフルイニング出場を続けていらっしゃいます。こちらも最後までもう行くという気持ちいただいてよろしいですか。そうですね、最後までグラウンドに立てるように頑張ります。中村選手も左袖のワッペンには決意のほどを書かれていらっしゃったと思いますが、どの文字を書いてどんな思いがあったでしょうか。頑張りますと書きました。まあ、少しは頑張れたと思います。もっと頑張っていただきましょう。ということで、スリーラン決勝ホームランは中村選手でした。どうもありがとうございました。さあ、岡選手にここまで残っていただいたには、岡選手にも袖に実は一言書いていただきました。なんて書いていただきました。これからよろしくと書きました。実は本拠地でまだヒットがなくて、このタイムリーというのが本拠地、今日は東京ドームですが初めてのタイムリーになりました。まさに皆さんへの挨拶代わりの一発一撃となりました。ぜひ皆さんにこれだけたくさんいますから自己紹介をして今日は締めていただいてよろしいでしょうか。岡裕美です。5年目です。最近悔しい思いをずっとしてたので、このロッテでしっかり活躍して、優勝できるように頑張ります。ありがとうございました。素晴らしい決意をいただきました。ということで、ロッテ 50th メモリアルなこのお立ち台はタイムリー岡裕美選手、そして藤岡選手、中村選手、お三方でした。大きな拍手をお送りください。お届けどうぞ。という7月終わりに日本ハムからトレードでやってきた岡裕美を中心として、まあ、ルーキー藤岡、そして3番の今年しっかりと座っている中村翔吾、この3人のヒーローインタビューでありました。まあ、岡も最後ね、今年はすごくやっぱり苦しんでいたというのは最後すごくよくわかるね、自己紹介というか、まあこのロッテで活躍というのをかけている、そんな思いはすごく伝わってまいりました。まあ、ただ荻野があの怪我をした後、はい、岡、まあ、一番をこう任せられる、はい、あるいは足のあるっていうね、はい、選手を取ったっていうところで岡がやっぱりこうやって活躍をしてくれるというのは大きいでしょうね、ここに向けては。まあ、そうですね、能力的には相当高いので、彼が、自分の力を実力通りのものを発揮できれば相当な選手ですから、まあ、マリーンズにとってはかなりいいプラスになるだろうとこういう気はしてますけどね。まあ、相当やっぱり日本ハムでも初めはというか期待は大きかった選手ですし、はい、実際活躍もありましたからね。優勝したシーズンもなんかは彼が、まあ、怪我とかで出ていない時もありましたが、出るとなんかすごく活躍をいつもしてたっていう、うん、そういう印象もありましたしね。はい、ちょうどでもこの東京ドームのものすごいお客さんの前で自己紹介ができてよかったのかなというぐらいですねタイミング良かった活躍でしたね。まあ、次は明日 ZOZO マリン